感想もらった。ポニーたちがお尻向けてたね、うん、蹴ったりはしてなかった。蹴ったりしてた。寒くなったな。入っちゃった方がいいんじゃない？乾燥の間に。オッケー。あ、開けてなかった。あ、開けてなかった。すまん。あ、合わないかもサイズね。大丈夫？入った。あ、久しぶりですな。こんな顔してたか。あれ、たてがみさ、ちょぼげ長くなったんじゃない？いや、新たなちょぼげが、あの、うん、あれに、無口にさ、入ってる長い毛が引っ張らさってるからか。あ、それだけならいいか。こんなもんだったね。ここ、新たなちょぼげがこんなにできない。なんかちょっと長くなった気がするね。長くなったじゃんか、短くなりすぎて、ちょぼげの範囲が長くなった。春だな、春。春整いましょう。はい。はい。ここはちょっと、またいでってくれよ。結構ばっかりでもないんじゃ。結構30分は経ってるよ。狙われてるよ。まあ、ハミ食べてないからね。ナイロンの紐は食わないで。外で干そうかな。エスコンでもあればね、外に干してこれるんだよ。私ちょっと外に干してくれ。乾燥がハハハってた。かわいいな。あ、ちょっと。大丈夫かな。だいぶ良くなってるの。これが後ろ。で前。大丈夫だ。
前はもうほとんど綺麗ね。オッケー。なんか良くなった。うん。これさ、膝ガンってやったよ。これボロついてもこれ。カフェカフェ。また寝方が変わってきた。こことさ、やっぱりここがね。ガンガンする。ここはもう全然いつも擦れてんだけどさ、そことここが擦れて傷されてんだけど、今日は膝もガンガンやったの。お前膝悪くなるでしょ。前膝悪くなった。どんな顔してんの。スイカの種みたいな目が。スイカの種怒ったよ。スイカの種なんて言うから怒ったよ。スイカの種なんて言うから。みんな目が可愛いって言われてるの。目可愛いんだ。スイカの種って言ったくせに。あ、そうか、ニンニン入れたか私。あ、でも手前が緩いでしょ。うん、もうオンモードだから。さすがオンモードだ。油断は禁物だった。動かなくならなきゃね。Thank you.